はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、宇宙からお届けしようと思いますね。はい、我々なんと宇宙でも息ができるんですね。すごいね。うん、今日はこちらですね。はい。はい、なんて言うんだっけこれ。宇宙キャンディー。そうだね、宇宙キャンディー。あのね、プラネットロリポップスってやつだね。はい。開けますね。はい、開けたら食べましょうか。はい。おうおうおう。このような感じで入っております。面白いね。6つ入ってるね、うん、こんな感じでラインナップされてるんですけれども、はい、うちが買ったのはですね、このプラネットロリポップの一部だね。こちらですね、海外のオンラインサイトから購入しました。はい、もうちょっとしたらなんかね、日本にも入ってくるっていうことなんで、うん、もしかしたらそれ待ってた方が良かったのかもしれないけど、うん、なんかすごくインパクトがあったので先に買ってみました。はい、こちらは、ヴィーナス金星ですね。はいはい、チェリー味です。続いてこちらジュピター、はい、木星ですね。はい、うん、確かに木星のこの渦がある、うん、ちなみにこれはキーライム味。続いてこちらはサタン土星ですね。はい、うん、これはグアバ味だって。続いてこちらがウラナス天王星だね、ブラックベリー味みたいです。こちらがですね、マーズ火星ですね。はい、ちょっと黄色めになってるけど、マーズって言ったらもうちょっとオレンジなんだけどね。うん、そして最後が我らの地球でございますね。はい、アースでございます。はい、これはコットンキャンディーの味みたいですね。はい、なんでオーソドックスな、まあ、飴だねこれは。はい、以上の6種類でしたね。はい、じゃあ袋開けて食べましょうか。はい、ヤシン君何食べる？アース、コットンキャンディー。はい、パパは火星の梨味にしようかな。はい、うん、はい、それではそれぞれ取り出しましたので、はい、いただいてみましょうか。はい、いただきます。うん、美味しい。うまい。梨の味するかな。舐めてみる？あ、する。する？うん、うまいね。うん、ちなみにこれね、100% ハンドメイド、手作りのキャンディーなんだって。うん、6本セットで$19だけどね、ファーストクラスなんとかっていうですね、送料、うん、ちょっとこれで1週間ぐらいで来たんだけど、うん、19ドルよりも高かったと思う。送料の方がね。うまい。普通のキャンディーの味が。うん、水分舐めて飴玉小さくなりましたね。はい、中のこの写真、うん、写真って言っても絵なんだろうけど、うん、この部分も同時に減っていきます。うん、だからこれね、舐めててだんだん写真が出てくるわけじゃなくて、うん、なんかこれなんだろう、絵が描いてあるんだね、うん、飴で。面白いね。うん、それをだん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 ちょっと最後にこれくらいになって、そう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 、ちゃんと絵が残りながらってのはいいね。うん、ちなみにですね、こちらはヴィンテージコンフェクションってお店のキャンディーですね。はい、さっきも言った通り一つずつ手作りなんだけど、はい、今見てるサイトでは11月上旬に各490円で販売されるんだって。で、売ってる店はコンランショップとかビレッジヴァンガードオンラインとか、うん、ランキンっていうところで取り扱いしてるんだって。はい、で12月になると今度ギャラクシーロリポップが出て、うん、それはですね、全10種類あったってさ、うん、でこれも含めてロフトとか東急ハンズとかでも売り始めるらしいんで、はい、気になった方はもうちょっと待ってみてください。はい、はい、ということで今回はプラネットロリポップでした。はい、ということで今日はですね、宇宙から途中からなんか重力あったけど、うん、無重力でお届けしましたね。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。